こんにちは、大八郎です。今回はですね、僕のヒーローアカデミアウルトラシールウェハースニフォルメーションですね、こちらを3ボックス開封して全30種コンプリート目指したいと思います。で、今回ヒロアカのニフォルメーションは今回ボリューム1ですね。はい、ボリューム1です。フルスウルトラレアが入ってると。で、おそらくこのね、デクとこのカッチャン、このシールが多分フルスウルトラレアですね。はい、こんな感じで。で、僕のね、一番好きなキャラクターは常闇くんなんで、まあこれは絶対ね、当てようかなと思ってます。はい、では開けていきたいと思います。で、パッケージはこの2種類ですね。いいですね。先生方とヴィランで、生徒側ですね。ラインナップ見てみましょう。常闇くんは、え、いやー、めちゃくちゃショックですね。ラインナップに常闇くんが入っておりません。ミネタミノルとね、セロハンターがいるんですよね。セロハンター、セロハンター好きの人には申し訳ないですけど、セロハンターで常闇くん入れて、欲しかったなと正直思いますね。いやー、びっくり。でね、シークレットが2つ入ってるんですよね。で、このね、ナンバー27-28がプルスウルトラレアなんですよ、デフとカッちゃん。で、さっき見てもらった、これですね、これがプルスウルトラレアだと思うんですよ。で、もう一個これ、これがね、ウルトラレアのシールだと思うんですよ、セリフなしが。で、ここにウルトラレアがね、デクとカッちゃんがいるんですけど、シークレット2つが気になりますね。まあ、常闇くんが入っていることはないと思いますが、ちょっと楽しみ増えました。では開けていきたいと思います。はい、それではね、右列手前から、開けていきたいと思います。右列終わったら左です。1個目、おお、ベストジーニスト。僕ね、アニメとね、漫画、コミックの方追ってるんですけども、いいですよね、ベストジーニスト、ファイバーマスター、素晴らしくかっこいい。これ何かな、あ、これレアですね。はい、レア、ベストジーニスト。2個目、あ、アシドミナ、アシッド、この子もいいですよね、かわいい。これもレアですね。レア続き、3枚目、おお、霧島くん、これはノーマル。はい、ノーマル。いやー、常闇くん、おっと来ましたね。オールマイト、ウルトラレア、ウルトラレアです。いいですね。いいですね。もう大丈夫だ少年、私が聞いたと。ワンフォーオール、ウルトラレアのオールマイト、これは嬉しい。はい、あ、青山くんね。はい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 、青山くん、いろいろありますよね。うん、頑張るんだぞ、青山くん。よっ、おっと来ましたね、ヴィラン側、トップ、しがらき、トムラ、レア。レアか。いや、いいんじゃないですか。まあ、ダービー、まあ、すごいね、これ。何これ。あ、なんと、シークレットですね。そう、シークレットはデクの子供の頃のやつですね。あのテレビの前でオールマイトの、応援してた時のデクですね。なるほどね、これがシークレット。ああ、なるほど。ってことは、かっちゃんの子供の頃の、あ、セロハンター。いやいやいや、どう考えても君の枠は常闇くんでしょうよ。いや、でもまあ、なんかいいな、これ。お、いいですね。イレーザーヘッド。かっこいい。シークレットレア。シークレットレアちゃうわ。エースレアですね。はい。イレーザーヘッド。かっこいい。口がいいな、これね。
はい、右列最後でございます。はい、あー雷くんね。まあ雷くんはね、うん、いいと思いますよ、かっこいい。はい、右列がこれで終わりですね。では次ワンボックス目左列いきたいと思います。あ、ジロー強化いいですね。強化ちゃん、強化ちゃんもね、学祭のね、あのバンドめっちゃ好きなんですよね。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃかっこいい。あれあったシークレットでしょこれ。シークレットがもう揃っちゃいましたね、ワンボックス目で。はい、シークレットコンプでございます。かっちゃんの子供の時可愛いけども、かっこいいとはちょっと違いますね。あ、プレゼントマイクいい、大好きプレゼントマイク、いやー大好きですよ。ボイス、いやーいいですね、いいいい。ってことはプルスウルトラレアがなかなか難しいんじゃないかなと思っております。トワイス、トワイスいいね、トワイスいい、人間的にすごくいい。はい、お来ました、トドロキくんウルトラレア。いやー、トドロキくんなんかね、めちゃくちゃもっと覚醒しそうな、うん、めちゃくちゃ強いと思うんですけどね、トドロキくんね、個性的にもね、やっぱり。おい、おっとかぶったね、青山くんがかぶると。なるほど、ほい、あー来た、トガちゃんかわいい。はい、Sレアです。うん、いいですね、トガちゃん。はい、はい、でワンボックス目これ残り3つです。ほい、お、ミリオ、いいよいいよいいよ、ミリオ、あーいいですね。ビッグスリーもめちゃくちゃいいですよね。まあねじれちゃんとかね、はい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 、ミリオかっこいい、ミリオはめちゃかっこいい。残り2つ、あー、ミネタミノル、いやキャラ的にはねめちゃくちゃ好きなんですよ。うん、ミネタミノルね、あー一番くじのフィギュアとかになってくれたらめっちゃ嬉しいなと思いますけどこの顔。ではワンボックス目最後です。はい、あー来た、ねじれ、波動ねじれでごす。あとビッグ3は1人ですね、イーター。いやー、いいよいいよ。それでは2ボックス目もいきたいと思います。2ボックス目も右列から、はい、かぶり、まあ、ここからはかぶっていくでしょうね。あと11種類あるんで、あーちょっとこっからは、おっとこれは厳しいですね、なかなか。おお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 、まだね、ヴィランガモダビとか、嘘でしょ、エンデバーとか全然出てきてないんでね、ミルコとか、嘘、これめちゃくちゃかぶった、あ来た、よかった、ウルトラレアよりあいずくいいです、よかった、1個埋まった、あと残り10種、ジロー強化、いやすごいですね、いやかぶる、おおお、来た、はい来ました、プルスウルトラレアですね。これとだからね、絵柄が、口を、歯を食いしばってるとか食いしばってないとかの違いと、あとエフェクトとセリフですね。これが違います。裏はここのセリフが違うだけかな。はい、こっちがウルトラ、プルスウルトラレアです。よし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 。かっちゃんやね、あとは。おっ、あう、ああちょっと待って、エンデバーとかホークスとかまだ出てきてない。おちょっとカッチャンも出てきてないな。はい、うっそー、さっき出たよ。はい、オッケー、ダビー、ダビーかっこいい。ステ
セインのフィギュアとかも欲しいな。さあ、2ボックス目は残り1枚。これラストです。はい。はい、それではね、3ボックス目いきたいと思います。あと8種類です。あと8種。はい。かっちゃんが、かっちゃんとか、エンデバーとかね、ミルコ、お茶子。なかなか出てないです。なかなか出てない。なあ、これはね、びっくり。うおぉ。はい。ああ、これのかっちゃん、お茶子。お、来た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 。ビッグ3揃いました。玉木。はい。諦めろ。俺は3イーター。いや、めちゃくちゃ最強個性。素晴らしいですよ。ビッグ3が揃っ、オッケー来た。今回はいい感じの流れ。エンデバー。かっこいいわ。エンデバー。いい。エンデバーいいよ。プレゼントマイク。これであと6種ですね。ホーク、おっけ、これ嬉しい。やった、めっちゃかっこいい。やーば、やった嬉しい。いや、これは嬉しい。いや、これかっこいいね。かっちゃんかっこいいわ。あ、かっちゃんかっこいい。あと5種かな。おい、なんかあと5種ですね。あと5種。ダッピー。ヴィラン側は結構出てるんじゃないかな。あと、お茶子とか、ミルコとか。ほい。いや、違うんだ。あとね、飯田くんも出てないですね。はい。ああ。くっ。お茶子だろ、これ。このキラキラ枠にね、お茶子いるんですよ。あー、ちょっとやばいですね。はい。はい。いや、いい、もういい。シークレット出すぎ。残りこれを含めて4つ。ああ。あと3つです。オッケー。オッケー。ミルコ。ミルコめちゃくちゃかっこよかったね。アニメ見ましたけど。めちゃくちゃかっこいい。いや、めちゃかっこいいです。はい、ミルコ、やった、当たった。はい、あとね、数えたところ3枚ですね。あの、うららかお茶子。このうららかお茶子と、あと、ホークス。ホークス。で、あと、飯田天也。はい。いや、ちょっと、お茶子。で、あと残りボックスに、これ含めて2つしかありません。なのでね、お茶子が欲しい。お茶子が欲しい。あ、飯田くん。飯田くんもおらんかったけども。いや、うん、いや、まあ飯田くんもいいですよ。飯田くん。はい。あと1個です。お茶子かホークス出てくれたら。うん、け、いや、いや。よし。うん、満足。はい、すいません。残り1種って言ってたんですけどね、並べてみたら2種でしたね。はい。このウルトラレアのね、かっちゃんがいなかったです。ホークスとかっちゃん。はい、これがね、集まってなかったですね。もうかっちゃんはね、もうこれが出てるんで、十分かなと。はい、めちゃくちゃかっこいいですから、これは。うん、これはめっちゃいい。あと、ホークスですね。まあ、ホークスはもうボリューム2とか、後々絶対出てくると思うんでね、またその時手に入れたいなと思います。まあシークレットレアもね、たくさん出ましたし、いやー、でもシークレットこれかーって思いましたね、正直ね。まあそんなこんなで、ボリューム1はね、今回で、終わりにしたいと思いますが、またボリューム2出たらね、今度こそ常闇くんをね、出していただきたい。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。